おいゼファイザー GT MAX。 今回はゼンハイザー CX400BT の価格の動きがあったんで、それについて話します。以前、ゼンハイザーの CX400BT を紹介した時、先月の3月24日でセールが終わることを話しました。実際、セール終了後の25日に価格が高くなっていたので、ああ、セール終わったなというふうに思ってたんですよね。ですが、先日、イヤホンのウェブ広告が表示された時に、なんか CX400BT の値段がセール時と同じ価格に戻っていたので、何事かなと思って急いで確認したところ、再びセールと同じ 13,000 円台に値下がってたんですよね。で、まあたまたまいいイヤホンだけがそうやってるのかなと思ったので、まあ確認のためにアマゾンも見てみたんですけれども、アマゾンでも 13,500 円に値下がってました。まあとりあえずね、アマゾンの価格推理がわかるキーパーで確認してみたところ、セールが終わった翌日の3月25日はやっぱり値上がってるんですよね。当面そういった値段になってたんですけれども、4月1日になったらまたセールの価格に下がってるという、なんですかね、年がら年中閉店セールやってるような洋服屋みたいな感じなことやってたんですよ。で、アマゾンの方だとタイムセールの文字もないので、完全に値下げした可能性ありますね。まあ、ちょっと売り方がアレだなというふうには思うんですけれども、まあね、良い音がね、安く手に入るっていうのはね、嬉しいことなので、買いそびれた方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。今回はゼンハイザーの CX400BT の価格がまた値下がってたという報告でした。この動画が参考になれば幸いです。この動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。